今回世田谷ユナイテッドっていうチームを創設したと思うんですけど、まあ、創設するまでの経緯みたいなのをちょっとお話聞いてもいいですか。まあ、高校大学でもすぐプロになれなくて相模原でプレーしたりとか、でもまあ海外3カ国5チームプレーしたりとかで、まあ、帰ってきて、2チーム50クラブってとこと、去年は渋谷シティってとことプレーしたんですけど、まあ、日本のクラブで J リーグ目指してるようなチームでプレーさせてもらったんですけど、まあ、なんか僕の中でやっぱこう自分のサッカー感っていうか、こういうサッカーしたいっていうのがすごい強くて、で本当はあの、まあ、高校生の時に初めて辰馬さんのサッカーを見てから、やっぱこういうサッカーしたい、まあ、なんかああいうサッカーへの憧れっていうのが、まあ、すごい強くて、そういうことできるチームってなかなかないなっていうのを、まあ、なんかもがきながら、でもいつかそういうサッカーに出会えるんじゃないかとか、いつかそういう指導者に出会えるんじゃないかみたいなのを思いながらプレーしてたんですけど、まあ、なかなかそういう風にはならなくて、まあ、でもそれってまあもちろん僕の実力不足もあるとは思うんですけど、ね、でもやっぱ自分の中でこれっていうサッカー感っていうのはあったし、なんかもうそれをやっぱ表現したいなっていうのはあって、でもまあ一選手でなかなか変えれないなっていうのをすごい感じてて、まあ、どうしようってずっと考えてて、まあ、サッカーから離れることとかもいろいろ考えたりしたんですけど、でもやっぱこの自分の中でこのもう自分っていう人間の中でこのサッカーっていう存在がものすごい大きくて、やっぱ自分にはサッカーなんだなって思うシーンがすごい多くて、指導者やってる仲間も、まあ、代理人やってる仲間も、まあ、いろんなこうサッカーへの関わり方、ビジネスサイドからサッカーに関わってる仲間もこういろんな関わり方のせ、ね、仲間がいる中で、でも僕は同じような道歩んでもサッカーに恩返しとか、まあ、日本のサッカーをまあ変えることってなかなかできないんじゃないかなっていうのを思って、ただ自分がやりたいことと、まあ、それで自分にできることって何なんだろうなっていうのをずっと考えてた時に、サッカーチーム作ろうかなみたいな自分でチーム作って、自分がやりたいサッカー、自分が表現したいものを見せれるようなチームがあれば、まあ、それで共感して集まってくれる仲間がいれば、まあ、それが一番サッカーへの恩返しになるんじゃないかなって思って、動き始めたら、まあ、ゾノだったら面白いんじゃないって言ってくれるメンバーが増えてって、で、まあ、僕18から世田谷に住んでて、まあ、おばあちゃん家があの世田谷で、そこからまあそこは実家になって、海外いる期間以外はもうずっと世田谷に住んでるんですけど、まあ、なんか世田谷ってこう三茶と下北つなぐ茶沢通りとか、まあ、三軒茶屋も何個も商店があったりとか、まあ、千歳船橋、千歳烏山、祖師ヶ谷、大倉とか、どこ行っても商店街があったりとかして、こうでも世田谷っていうとみんな結構おしゃれなイメージとか、そういうのが結構あって、なんか都心から近いのにもう昔ながらのものが残ってるっていう、なんかこう不思議な街で、昔から住んでるおじいちゃんおばあちゃんとか、昔から居酒屋さんとかがある一方で、こういうおしゃれなカフェとかおしゃれなバーとか、この街の空気感というか、それがすごい好きで、この都心で地域性があるってなかなかないと思ってて、だから僕はこのなんか世田谷にこうかっこよくて面白いサッカーして、気持ちのいい選手たち、スタッフがいる、まあ、ファンがいるチーム作れたら面白いんじゃないかなと思って、チーム作ろうと思ったのが経緯ですね。僕も最初見た時に、一番やっぱり目に見えるデザインみたいなところにこだわりがあるっていう風に捉えたんですけど、なんでそのデザイン、チームの創設にあたってデザインっていうところにこだわったんですかね。今僕のチームのウェブとか SNS とかは、大学の先輩の峰村っていうメンバーが、あの峰くんって僕は呼んでるんですけど、まあ、峰くんが全部作ってくれてて、峰くんがまあ今その武蔵野美術大学の大学院でデザイン経営っていう、もうデザインを経営に持ち込むっていう、ただのデザインじゃないっていうのをやっていて、な僕はやっぱりサッカー選手とかってかっこいいもの、サッカーってかっこいいものだと思ってたんで、まあ、サッカー選手って僕は世界で一番幸せな職業って昔から言ってるんですけど、やっぱりちっちゃい頃から僕はサッカーボール蹴り始めた時からサッカー選手って憧れだったし、かっこいいものだと思ってたんで、もう僕はそういうのを大事にしてて、やっぱどうせならユニフォームとかかっこいい方がテンション上がるし、見てる方もあいつらかっこいいなってなるし、やっぱりバルセロナ、レアルマドリード、マンチェスターシティ、パリ・サンジェルマンってかっこいいじゃないですか。やっぱりかっこいいって僕はそのサッカー選手、サッカークラブにとってめちゃくちゃ大事なことだなと思ってたんで、僕はこれチーム作るにあたって、この最初のかっこよさってとこには、こだわりたいなと思って、峰くんとかいろんな方のご協力借りて、見せ方っていうのにはこだわりましたね。その中でやっぱりユニフォームにもこだわったっていうのをお聞きしたんですけれども、はい、どういうところに
こだわりがあったんですかね。でユニフォームも、まあ、このデザインに伴って、まあ、かっこいいの作りたいなっていうのを思ってどうしようかなってユニフォームって考えてたら、まあ、青学の先輩で立木さんっていうもともとアディダスにいらっしゃった方がいて、その方があの石塚圭司さんと高校の同級生 で今石塚さん、バルセロナでうどん屋さんやられてるんですけど、まあ、ブエナビスタっていうブランドも自分でやられてて、まあ、1回3人でテレビ電話させていただいて、で、まあ、僕はこういうチーム作りたいんです、こういうサッカーしたいんです、世田谷からこういうものを発信したいんですっていうのを言ったら、もうこの大変しかない未来に頭突っ込むのゾノ君いいなみたいな感じで言ってくれて、あ、じゃあ俺がユニオムデザインするわって言ってくれて、ホームはシックな感じにしたいっていうのを出して作っていただいたのが今のユニフォームですね。今の現在の活動状況っていうか、チームでどれぐらいの頻度で練習とかってしてるんですかね。基本的に平日朝2回と夜1回の3回と、まあ、土日どっちかの4回で、週4回で今活動しようっていう感じで動いてて。どういうふうに選手とかって獲得してるんですかね。選手はもう基本的にまあ僕が知ってるメンバーだったり、まあ、それから紹介してもらってみたいな感じなんですけど、まあ基本的に僕がこう1対1で合わせてもらって、サッカー的にもこう人間的にもフィットするかどうかっていうのをまあ見させてもらってっていう感じです。もうキーパーのところとかはあの若田くんがあの紹介してくれて、まあ、僕はキーパーのところなかなか決まんなくて苦労してて時に、まあゾノ君のチーム面白いから協力できるとこさせてっていうのを言ってくれて、キーパーはもう若田くんのつながりで来たメンバーが多いんですけど。注目する選手とか、この人ちょっといいなっていう選手とかっていますか。そうですね、注目っていうと、まあ、その歩夢君って YouTube やられてる歩夢君とか、まあ、技術的にも話して、まあ、ゾノさんのところでサッカーしたいですって言ってくれて、まあ、あと僕のユースの後輩の佐藤慶太郎っていうのも僕が、まあ、彼が中学校1年生の時から、まあ、僕が同じレフティーで気に入ってずっと、ね、連絡取ったりしてたんですけど、まあ、彼もゾノ君とサッカーしたいって言ってくれて、で、まあ、シンガポールの時の仲間もあの福田健斗っていうセンターバックの選手とかも来てくれて、まあ本当、まあ、渋谷シティのメンバーも2人来てくれたりとか、まあそういう感じでこのメンバーとサッカーしたいなっていうメンバーがあの集まってくれたって感じですね。普段練習以外で実野さん自身ご自身はどういう働き方を送られてるんですかね。まあ、行政とかもあの、まあ、区役所行ってあの行政の方とかにお会いさせていただいたりとかで、まあ、選手もあと何人か決めなきゃいけないんで、まあ、選手合わせていただいて、まあ、とにかくまあ僕は練習以外の時間はまあ人と会ってで、まあ、情報発信してみたいな感じがまあ主ですね。行政の方とかとはどういうお話をされるんですかね。まあ、まず僕らがこうやりたいこと、世田谷区に対してこういうことをやりたいですっていうお話をさせていただいて、まあ、これってすごい時間のかかることだと思うんですけど、まあ、僕らがその世田谷区にやっているってことをこう見せていきながら、僕らが世田谷ユナイテッドって名前言ってる以上は世田谷区の町と人に、まあ、僕らはがっつり寄せようね、町と人に寄り添えなかったら僕らの意味ってないよねっていうのを言ってて、その世田谷区にいる方のために何かできたらいいなって思ってるんで、そういうののこう一緒にこう世田谷区を盛り上げるっていうのができたらいいんじゃないかなっていうのをお話しさせていただいてっていう感じなんですけど、もちろん上に上がれたのはもちろんいいことなんですけど、でもそのただ勝つだけじゃなくて、まあ僕これ選手初めて顔合わせした時も、もう僕らに関してはピッチに立ったら試合に勝ちたいなんて当たり前の感情で、選手だったらまあみんなが持ってる感情だからそれは当たり前なんだけど、でもだからこそ僕らはどうやって勝つかにこだわりたいから、だからつまんないサッカーして勝つことだけはやめようねっていう話してて、結果以上の結果じゃないですけど僕らが何を見せていくかっていう、世田谷ユナイテッドってこういうサッカーだよね、まあ、僕はボール握りたいって言ってるから、もうとにかくボール持ってゴールに向かってって面白いサッカーしてゴールに迫っていく、まあ、その中で勝てたらいいし、でもまあ勝ち負けってどんなに準備しても、まあ、負ける時もあるし勝つ時もあるんで、だから僕らはとにかくこの自分たちのサッカーをしっかり、まあ、相手の出方、相手の戦術によって変えてはいくんですけど、まあ、僕らはボール握りたい、自分たちで主導権握りたいっていうところは変わらないんで、まあ、そこに対して、まあ、選手がワクワクしてあの見てる方たちをワクワクさせるようなサッカーをしていきたいなっていうのを思ってます。この世田谷ユナイテッドを応援してるくれる人が、こう世田谷ユナイテッドを通してハッピーになってくれる人が増えたらいいなっていうのを思ってて、まあ、それでこう本当に人が集まってくるような、もうこいつら面白いな、こいつらかっこいいな、こいつはね、
サッカー面白いな、いいな、で性格もいい、気持ちいいなって、こうどん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 こう人が集まってきて、で僕らはそのやるべきこと、自分たちが見せるべきサッカーを、見せたいサッカーを表現し続けて、まあ、それでこう勝ってって一個ずつ上がっていくのは、だから僕らはもう周りが上げてくれるような、なんか僕ら上がりたいんですじゃなくて、僕らが見せて表現していくことでどんどん集まってきて、人が集まってきて、いやお前らは面白いサッカーもしてるし強いから上上がってくれと、必要にされて、必要とされて上に上がっていくようなチームになれたらいいなっていうのを思ってます。